本庄事件とは、1948年に埼玉県小玉郡本庄町で起きた、朝日新聞通信部記者に対する暴力事件とそれに、橋を発した朝日新聞と住民による暴力団追放キャンペーン、暴力団と癒着する行政の是正運動のことである。物資統制が多くの物資で行われていた時代、燃料、物資の闇取引が横行する本庄町では、 元幕との長議会副議長王と暴力団、河野組組長の B が町を牛耳り町当局も警察や検察らも彼らの行為を黙認していた。これに対して、朝日新聞本場通信部の岸重雄記者が闇業者と警察、検察の癒着を報道した。こうした報道に対して反感を持つ王が岸記者に対して暴行。岸重雄記者は、 王を告発するとともに、朝日新聞紙上で暴力の町批判キャンペーンを展開。占領軍当局や町在住の学生、住民も動いて町民大会を開催。検察は闇取引を行っていた王を起訴、河野組組長 B ら3人が、恐喝罪などの疑いで起訴。地元の警察署長、公安委員長、公安委員が辞職した。国会でも取り上げられ、 NHK なども積極的に取り上げた。さらに単行本が出版され、映画化された。朝日新聞のキャンペーンに対して他の有力紙は共産党の存在にクローズアップしたり、裏付け取材をもとに誤報や行き過ぎを指摘したりするなど、キャンペーンを成中する報道を行った。朝日新聞が孤立状態となり、それでもキャンペーンを完遂した背景には、当時の日本を つかさせしていた GHQ が与えた事実上の命令とバックアップの確約があった。掲示板の壁新聞九百四十八年九月十日の参議院の治安及び地方制度委員会で国家地方警察本部刑事部長から河野組の親分 B が民主自由党の青柳孝一大義氏に対して現金十万円の借金を申し入れて断られ脅迫したことなどが報告された。 吉川末次郎参議院治安及び地方制度委員長は1948年9月27日の同委員会の冒頭で大会等が共産党がやつておるのであるなどという噂について実地調査では共産党も最初は参加していたが中心人物が共産党とはその運動を春別して取り組んでいることを明らかにした。同年12月21日の参議院。 法務委員会では、同盟の検察庁や、町当局の責任追及をする動きに反対して、同会を脱会し、新たに、本条町愛町同志会という別組織を結成した人物 C が証人として発言した。証人は、本条調整刷新規制会の中心グループの一つである、読書会の D が共産党の人物であり、青年共産同盟、日本共産党の地域組織が、 本庄警察署に対して申し入れを行ったことを証言した。承認 C は本庄事件を昭和電光事件などと結びつけて政府打倒の運動を展開しようとする共産党の動きに反対し、それを容認する同盟を奪回したのだという。承認 C は本庄事件に関して共産党がビラを配布するとき、町外の共産党関係者、支持者が応援に来ていると証言。 同時に、承認 C は、自分が自由党の支持者であり、民主自由党の青柳孝一と知り合いであることを認めた。映画、暴力の町に関する、国会内の議論の詳細は、暴力の町国会での反響を、参照1949年、朝日新聞浦和支局同人により、ペン偽らず、本庄事件が花火と社から刊行された。これが評判を呼び、 日本映画演劇労働組合と日本映画人同盟と共同で劇映画を制作することになった。妨害があったが、志村隆出演、山本札夫監督の暴力の街として、1950年2月26日に大英の配給で公開された。騎士は、後に、通災官僚を経て、日本貿易振興機構や国際協力機構の養殖についた。 ありがとうございます。